滝沢秀明氏率いる飛べ、ジャニーズからの独立からわずか数ヶ月で勢力拡大。イムップが DUNK フェスに出演し、平野市要がファンの熱狂を巻き起こす。滝沢秀明氏の新たな芸能事務所、飛べが驚きの速さで注目を浴びています。 ジャニーズ事務所出身の男性7人組グループ、イムップが大型音楽プロジェクト、DUNK、ダンスユニバースネバーキルットによる音楽フェスに出演することが決定し、その他にも平野市洋がファンの熱狂を巻き起こしています。ジャニーズ時代からは考えられない、垣根を越えた交流にファンがどよめいていることで、トレの勢力拡大が注目されています。 イムプエのジャニーズからの独立と成功。イムプをジャニーズ JR 内ユニットインパクトオーズとしてジャニーズ事務所で活動していた7人組グループです。しかし全員がジャニーズ事務所を退所しそのままのメンバーで飛べ所属となり2023年7月に結成しました。彼らは8月に配信シングルクルージン。 デデビューし、オリコンの週刊デジタルシングル、一絵曲、ランキング、デ1位を獲得し、大きな反響を呼びました。かつてのジャニーズ事務所は、競合するボーイズグループとの共演に消極的でしたが、イムップ派トべ所属として異なるアプローチを選び、音楽プロジェクト、DUNK に参加することで、新たな道を切り開きました。DUNK ダンスユニバースネバーキルットプロジェクト DUNK ダンスユニバースネバーキルットはラッパーで音楽プロデューサーのスカイ G、ー・日高光景が日本テレビとタッグを組みダンスボーカルグループらの事務所国籍などの垣根を越えた交流を目指す音楽プロジェクトです。このプロジェクトは国内外のボーイズグループらを集結させ新たな交流の場を提供しています。 2月にアーティスト同士の交流を描く同名番組が配信され、3月にはスカイヒービ B、ファーストラ B、MS、G、所属アーティストをはじめ、ジャネレーシャンズ、T 村が出演する音楽フェスが開催されました。その第2弾として、2023年12月に DUNK、ショーケースイン京セラドーム大阪、 が予定されており、イムップはこのフェスに出演が決定しました。彼らはスカイヒーを中心にした音楽プロジェクトのフェスで、B、ファースト、ティーム、韓国のアティーズとも共演する予定です。このフェスは、ジャニーズ時代からは考えられなかった、垣根を越えた交流、を具現化しており、ファンからの期待が高まっています。トベの新しいアプローチ。かつてのジャニーズ事務所は、 他のボーイズグループとの共演を制限し、テレビ局に圧力をかけていたと言われています。しかし、最近は他のボーイズグループとの共演機会が増えつつありました。しかし、性加害問題の拡大によって事務所内での方針転換が難しい状況にありました。 トベは、その壁を乗り越えるために、積極的なアプローチを選び、新たなプロジェクトに参加し、他のアーティストとの交流の場を提供しています。イムプエのフェス出演は、その象徴であり、ジャニーズよりもトベが先んじて、垣根を越えた交流を実現したと言えるでしょう。平野紫仕様のファンネ教。トベでは、元キング、 リンチェの平野仕様が本格的な活動再開に至っていないにもかかわらず、ファンから熱狂的な指示を受けています。彼はファッション誌、エルジャパンの特別版で表紙を飾り、発売前には予約が瞬時に売り切れ、重版が決定し、一部書店では混乱を避けるために、抽選販売になるほどの注目を浴びました。 また、彼の公式インスタグラムはフォロワー数が約407万人に達し、ジャニーズの個人アカウントとしてはトップに立っています。彼のダンス動画も大きな話題となり、その人気はさらに高まっています。滝沢秀明率いる戸辺は、ジャニーズからの独立をわずか数ヶ月で驚異的な勢力拡大を遂げています。イムプエの DUNK フェス出演や平野市用のファンの熱狂は、その象徴であり、トベの新しいアプローチが成功を収めていることを物語っています。ジャニーズ事務所の新体制移行期間も含め、今後もトベの活躍に注目が集まりそうです。